子供の頃の知られてない手ついた深傷、未だに蝕んで狂いたい胸をどうすればいい。訳も分からずに傷ついた心がずっと鳴ってる。どの道きっとずっと絶え間なく続く不幸続きの道。大人になる手前で知った人の醜さを、今でも時折思い出す時が狂いそう。何一つ信じられなくなれば歌手だったのに、結局じっとじっと立ち伸び疑いずっと祈ってる。ここまで生きてこられたことを奇跡だと呼んでいる。発狂していてもおかしくはなかった。散々見てきた吐きだめにいるイスラの枝で溺れている自分を。今が